エドナン・エリモニー・キプラガトは、ケニアの陸上競技長距離走選手。世界陸上競技選手権大会において、女子マラソンで2011年と2013年に優勝した。2010年にロサンゼルスマラソンとニューヨークシティマラソンで勝利し、マラソン選手として頭角を表した。自己ベストは2012年のロンドンマラソンで記録した2時間19分50秒。 2011年ロンドンマラソンにて1996年にシドニーで開かれた世界ジュニア陸上競技選手権大会において3000メートルに出場し銀メダルを獲得1998年のアヌシーで開かれた世界ジュニアでは同種目で同メダルを獲得した3000メートルの自己記録8分53秒06は16歳の 時に出場したシドニーの世界ジュニアで記録したものである。2003年にはモニュメントアベニュー 10K で優勝している。2006年世界クロスカントリー選手権ではシニア女子ロングに出場し13位となる。同年7月にナイロビで5000メートルの15分57秒3。10月にサンノゼでハーフマラソンの1時間09分32秒の自己ベストをマークする。 同じく2006年、ロックンロールバージニアビーチハーフマラソンで優勝。2007年6月には、ナイロビで1万メートルに出場し、33分27秒、例を出している。同年は、ライラック・ブルームスデーランとサンフランシスコのベート、ブレイカーズで優勝した。2010年のフライホーファーズ・ラン・フォア・ウーメンでは、エミリー・チェベットに次いで2位となる15分20秒でゴールし、 賞金5000ドルを獲得した。8月のビーチとビーコン 10K では3位に入り、2週間後のファルマスロードレースでも3位に入賞したが、この2つの大会はどちらも1位がリネス・チェプクルイ、2位がウデ・アヤレウと同じであった。キプラガとは、生涯2度目のマラソンとなる2010年のロサンゼルスマラソンで優勝、同年のニューヨークシティマラソンでも優勝した。この時、 2位と3位に入ったシャレーン、フラナガン、メアリー・ケータニーは、マラソン初挑戦であった。ニューヨーク式ハーフマラソンでは、キャロライン・ロティッチに次いでゴールし、1時間09分00秒の自己ベストを記録した。2011年のロンドンマラソンでは、キプラガとは、国内のライバルである、ケータニーと再戦したが、ケータニーに追い抜かれた。しかし、キプラガとは、 自己ベストを5分近く上回る2時間20分46秒をマークしての3位入賞であったため試合結果に満足した。韓国のテグ公域市で開かれた世界陸上テグ大会では改装を見せ2時間28分43秒で優勝した。残り 5km の地点でキプラガトが点灯した時点ではキプラガトの優勝は約束されていなかったが 最終的に3位に入賞したチームメイトのシャロン、チェロップ・ガレースを中断して、キプラガトの足を気遣い、勝利することができた。今大会女子マラソンでは、キプラガト、プリスカ・ジェプトゥー、チェロップのケニア勢3人が、表彰台を独占し、一国で全てのメダルを独占するという初の快挙を成し遂げた。モントフェルランドランでは軽傷を負いながらも、 アベベチアフェワークに次ぐ2位でゴールした2012年シーズンは草地から始まった。ケニアクロスカントリー選手権大会に出場し、3位に入賞したのである。この大会は、同年のロンドンマラソンへの前哨戦と位置づけて臨み、ロンドンマラソンでは、ケイタニーに次いでに2位入賞を果たし、自己新記録2時間19分50秒を打ち立てた。 この結果、オリンピックのケニア選手団の一員に選ばれた。6月のニューヨークミュー系で解消して臨んだ、ロンドンオリンピックでは2 1位と成績は振るわず、記録も2時間27分52秒に終わった。6週間後のグレートノースランでは会長に走り抜け、ハーフマラソンの自己新記録1時間07分41秒をマークして、ティルネシュディババに次いで2位となった。 2013年8月10日、キプラガトは、世界陸上モスクワ大会の女子マラソンにおいて、序盤は、戦闘集団から遅れた位置から木崎良子らと共に、徐々に追い上げ、野口水希らをかわして、戦闘集団に追いつき、後半に、福士加代子、メセレクメルカムラを振るい落とし、バレリアストラーヌオと最後まで競り合いながらも2時間25分44秒で、勝利資金メダルを獲得し、 今期の女子マラソン界での世界一の称号の体幹選手となった。世界陸上女子マラソンの2連覇は史上初である。キプラガトは2009年9月以来、エリート選手のコーチトレーニングをアシストするボールダーのボールダーウェーブ社を象徴する存在である。2011年世界陸上での金メダル獲得により、同社が支援した選手の獲得したオリンピック。 世界陸上を通算して11個目のメダルとなった。キプラガトのコーチは夫のギルバートコエチである。ありがとうございます。